ス玉一つ落とされた、追いかけてもう一つ落っこちた、一つ分の日だまりに一つだけ残ってる。心臓が始まった時、嫌でも人は場所を取る、奪われないように守り続けてる。汚さずに灯ってきた、目でも汚れて見えた、僕を疑う前に地獄に疑われてる。必ず僕らは出会うだろう、同じ鼓動の音を目印にしてここにいるよ。いつだって飛んでるから、くたびれた理由が重なって揺れる時、生まれた意味を知る。汚れた手と手で触り合って、形がわかる。ここにいるよ、確かに触れるよ、一人分の日だまりに僕らはいる。忘れないで、いつだって飛んでるから、同じガラス玉の内側の方から、そうさ僕らは出会うだろう。沈めた理由に終止符を立てた時、約束は果たされる。僕らは一つになろう。
気のせいか。親父たちも俺がここから出るのを許してくれねえんなら、せめてこの退屈な毎日を何とかしてほしいぜ。バン先生との剣術稽古がなかったら、飯食ってガイとダベって寝るだけじゃねえか。あー、もうなんか面白いことねえかな。やっぱりさっきの声
いつものやつか。どうしたルーク、また例の頭痛か。害か。大丈夫、収まってきた。また幻聴か。何なんだろうな、うぜったらねえ。このところ頻繁だな。確かマルクト帝国に誘拐されて以来だから、もう7年近いのか。くそ、マルクトの奴らのせいで俺頭おかしい奴みてえだよ。まああんまり気にしすぎない方がいいさ。それより今日はどうする、剣舞でもやるか。まあ残念でした、今日はバン先生が来てるから。バン様が、今日は剣術の日じゃないだろう。急ぎの用があるんだってさ。ルーク様、よろしいでしょうか。おっとまずい、ここにいるのは秘密なんだ。見つかる前に失礼させてもらうよ。じゃな。ルーク様。はい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 、わかってるって。入れ。失礼いたします、旦那様がお呼びです。応接室へお願いいたします。わかった、下がれ。よし、行くか。参りました、父上。うん、座りなさい、ルーク。先生、今日は俺に稽古つけてくれるんすか。後で見てやろう。だがその前に話がある。グランツ幼少は明日ダートへ帰国されるそうだ。私がローレライ教のオラクル騎士団に所属していることは知っているな。オラクル騎士団の首席総長なんだろ。そうだ、私の任務はオラクル騎士団を率い同志4をお守りすることにある。同志4？なんだそれ。ローレライ教団の指導者ですよ。同志のおかげでマルクト帝国と我がキムラスカ・ランバルディア王国の休戦が成立しているのです。先代の同志エベノスがポド戦争終結の功労者なら、現同志イオンは今日の平和の象徴ともいえるお方。そのイオン様が行方不明なのだそうだ。私はオラクル騎士団の一員として
イオン様捜索の任につく。そんな、先生が帰国したら俺の稽古は誰がつけてくれんだよ。私がキムラスカ王国に戻るまで部下を来させよう。だからそう報れるな。バン先生がいいんだよ。わがままを言うな、ルーク。グランツ幼少はいずれ戻られ、少しは辛抱することを覚えなさい。あなた、この子はさらわれた時に怖い思いをして心に傷を負ったんですのよ。そのせいで子供の頃の記憶まで失ってかわいそうだと思われませんの？シュザンヌ、お前は少し甘やかしすぎだ。ですが、お屋敷に閉じ込められたこの生活は決して恵まれたものでもないでしょう。そうだよ。なんで叔父上は俺を閉じ込めるんだよ。国王だからって変な命令しやがって、ムカつくっつうの。それは兄上様がお前の身を案じておられるからですよ。あと3年で自由になれるのです。もう少し我慢なさい。元気を出せ、ルーク。しばらく手合わせできぬ分、今日はとことん稽古に付き合うぞ。では御釈、それに奥方様、我々は稽古を始めますので。頼みましたぞ、グランツ幼少。私は先に中庭に行く。支度が済んだらすぐ来るように。ルーク、くれぐれも怪我のないようにね。わかってるよ、うっぜえな。バン先生行っちまうのか。どうしイオンとかいうやつが見つかったら戻ってきてくれっかな。ちえ、近日の稽古たった一つの趣味だったってのに。しょうがねえ、ガイも結構剣術いけてるし、明日からはあいつと稽古すっか。なるほどね。オラクルの騎士様も大変だな。だからしばらくは貴公に任せるしかない。公爵や国王、それにルークの。ルーク様、何してんだガイ。バン幼少は剣の達人ですからね、少しばかりご教授願おうかと思って。本当かよ、そんな感じには見えなかったぜ。なんだ、何かが来る。ルーク、聞こえないのか。え、あ、はい。準備はいいのか。大丈夫です。それじゃあ俺は見学させてもらおうかな。頑張れよ、ルーク。へいへい。ルーク、いいか、基本動作から入るぞ。はい先生。まずは移動からだ。左スティックの左右で前後に移動することができる。まずはやってみろ。
次に進みたくなったらメニューボタンだ。戦闘において間合いは重要だ。状況に合わせて。と言ってもお前が実戦をすることなど万が一にもあるまいな。チェ、外でかっこよく剣を振り回してみてえな。わがままを言うものではない。さ、次は攻撃についてだ。通常攻撃は攻撃ボタンで出すことができる。通常攻撃は左スティックとの組み合わせで様々に変化する。攻撃ボタンだけで切り、左スティックの左右と攻撃ボタンで切り上げ、左スティックの上と攻撃ボタンで対空攻撃、左スティックの下と攻撃ボタンで広範囲に攻撃といった具合だ。ではいつもの通りそこの人形相手にやってみなさい。また人形か。まあいいや。上空にいる敵や囲まれた時など戦況に応じて臨機応変な対処が必要になる。忘れるなよ、基本攻撃は以上だ。次は防御に移る。なあ先生。どうした。いつも思うけどさ、攻撃なんてされる前に倒しまえばいいじゃん。ルーク、それでは私にも勝てるというのだな。あ、いやそれは。ならば防御が必要なこともわかるだろ。そこの人形は一定の間隔で攻撃を行う。防御ボタンで防御をしてみなさい。ちゃ、わかったよ。させるかよ。させるかよ。よし、そうだ。戦闘において防御は非常に重要だ。戦闘を重ねることにより新たな防御技も習得できる。はい。それでは最後に技の訓練に移る。ルーク、準備はいいか。待ってました。一戦を行きます。技は術技ボタンで出せる。お前に教えた技は総画山だ。覚えているな。先生。よし、では早速やってみなさい。そうでた。よし、いいぞ。よくぞ体得したな。すでにその技はお前のものだ。先生ありがとう。技は通常攻撃と組み合わせて連続して攻撃することができる。へえ。では最後だ。攻撃ボタンと術技ボタンを組み合わせて連続で攻撃を当ててみろ。はい先生。テイタッテイテイタッテイテイタッテイタッハッ。そうでた。よし、いいだろう。ところで戦闘を重ねていくことで新たな技を覚えることもあるだろう。メニューの術技で技を設定しておけば左スティックとの組み合わせで様々な技を出すことができる。覚えておきなさい。新しい技か。なんだこの声は。体が動かない。これは不可じゃ。お屋敷にセブンスフォニマーが入り込んだか。くそ、眠気が襲ってくる。何をやってるんだ警備兵たちは。ようやく見つけたわ、裏切り者バンデス・デルカ。覚悟。やはりお前か、ティア。何なんだよお前。
めろ。ロレライの石を届け、開くのだ。また変な声が。これはセブンスポリム。しまった、セブンスポニムが反応し合ったか。ルーク、起きて起きてルーク。君はよかった、無事みたいね。ここはどこだ。さあ、かなりの勢いで飛ばされたけど、プラネットストームに巻き込まれたのかと思ったぐらい。そうだ、お前先生を。あっ、たたたたたく。待って、急に動かないで。怪我は、どこか痛むところは。大丈夫だよ。それより一体何が起きたんだ。それにお前は一体。私はティア。どうやら私とあなたの間で超振動が起きたようね。超振動、なんだそれ。同位体による共鳴現象よ。あなたもセブンスポリマーだったのね。迂闊だったわ。だから王家によってかくまわれていたのね。だあ、うるせえっつうの。ちょっと黙れ。お前が何言ったのかこっちはさっぱりだ。なんとか言え。黙れって言ったかと思えば、なんとか言えとはね。話はおいおいにしましょう。あなた何も知らないみたいだから、ここで話をするのは時間の無駄だと思うわ。じゃあこの後どうすんだよ。あなたをバチカルの屋敷まで送っていくわ。どうやって、ここがどこかもわからないくせに。向こうに海が見えるでしょ。あれが海なのか。とりあえずこの渓谷を抜けて海岸線を目指しましょう。街道に出られれば辻場所もあるだろうし、帰る方法も見つかるはずだわ。抜けるったってどうすれば海に出られるんだ。耳を澄ませて、水音がするわ。川があるのよ。川沿いを下っていけば海に出られるはずよ。へえ、そういうもんなのか。さあ行きましょう。したことねえな。安心するのはまだ早いわ。ほら、そこにも魔物がいる。ああいう魔物に接触すると戦わざるを得なくなるわ。気をつけて。偉そうに。わかったよ。お前さ、なんで屋敷に乗り込んできたのかとか、丹先生に襲いかかったがとか話さねえの。あなたに話しても仕方ないことだと思うし、理解できないと思うわ。それに知ってどうするつもり。怪しい奴ならついていったらヤバいかもしれねえだろ。何笑ってんだよ。ごめんなさい、あなたに危害を加えるつもりがないのは確かよ。今はこれだけしか言えないけど、信じてもらえないかしら。分かったよ。二人しかいないのに揉めても仕方ねえしな。ごめんなさい、私が必ず屋敷まで送るから。当たり前だっつうの。私の責任ね。本当にごめんなさい。まあ屋敷の外へ出れることなんざめったねえし、散歩がてらっつうのもいいかもしれないけどな。あなた帰りたいの？帰りたくないの？帰りたいに決まってんだろ。こんなところで何しろってんだよ。だったら無駄話はやめて早くここから抜けましょう。
散歩ならもっと安全なところに着いてからゆっくりとすればいいわ。ああ、わったよ。うん？獣野郎が舐めてんじゃねえぞ。ルーク、魔物との戦いも慣れてきたようね。ふん、最初ちょっとビビっただけだろ。バン先生に鍛えられてたんだ。もともと魔物なんざ楽勝でっつーの。あ、何か言ったか？なんでもないわ。行きましょう。出口よ。ようやくここから出られるのかよ。もう土臭い場所うんざりだ。誰か来るわ。うわあ、あんたたち、まさか漆黒の翼か。漆黒の翼？盗賊団だよ。この辺を荒らしてる男女3人組で、ってあんたたちは2人連れか。俺をケチな盗賊野郎と一緒にすんじゃねえ。そうね、相手が怒るかもしれないわ。あのな、私たちは道に迷ってここに来ました。あなたは？俺は辻馬車の御車だよ。この近くで馬車の車輪がいかれちまってね、水がめが倒れて飲み水がなくなったんで、ここまで汲みに来たのさ。馬車か、助かった。馬車は首都へも行きますか？ああ、終点は首都だよ。乗せてもらおうぜ。もう歩くのはうんざりだ。そうね、私たち土地勘がないし、お願いできますか？首都までとなると一人12000ガルドになるが、持ち合わせはあるのかい？高い。そうか、安いじゃん。首都に着いたら親父が払うよ。そうはいかないよ、前払いじゃないとね。これを。こいつは大した宝石だな。よし、乗ってきな。へえ、お前いいもの持ってんな。これでもう靴を汚さなくて済むわ。
ありゃマルクト軍の最新型陸上装甲艦タルタロスだよ。マルクト軍？どうしてマルクト軍がこんなところをうろついてるんだ？当たり前さ。何しろキムラスカの奴らが戦争を仕掛けてくるって噂が絶えないんで、この辺りは警備が厳重になってるからな。ちょっと待って、ここはキムラスカ王国じゃないの？何言ってんだ、ここはマルクト帝国だよ。マルクトの西ルグニカ平野さ。冗談じゃねえぞ。この馬車は首都バチカルに向かってるんじゃなかったのか？向かってるのはマルクトの首都、偉大なピオニー旧姓陛下のワス、グランコクマだ。間違えたわ。平成に言うなっつうの。なんで間違えるんだよ。土地勘がないから。あなたこそどうなの？俺は軟禁されてたんだ。外に出たことねえんだから分かるわけないだろ。なんか変だな。あんたらキムラスカ人なのか？いえ、マルクト人です。訳あってキムラスカのバチカルへ向かう途中だったの。シャーシャーと。それじゃ反対だったな。キムラスカ行くなら橋を渡らずに街道を南へ下っていけばよかったんだ。もっとも橋が落ちちゃ戻るに戻れんが。マジかよ。ああどうすんだおい。俺たちは東の園芸部を経由してグランコクマへ向かうが、あんたたちはどうする？さすがにグランコクマまで行くと遠くなるわ。園芸部でキムラスカへ戻る方法を考えましょう。行くよ、観光がてらさ。園芸部はここから東だ。気をつけて行きなよ。ここが園芸部ね。へえ、今時徒歩で旅行かい。何か文句あるのかよ。いや、そうじゃないけど、盗賊とか魔物とか危険だろ。普通は辻馬車を利用するからさ。ちょっとよろしいですか？ここからキムラスカへ向かうにはどうしたらいいでしょう？ローテル老橋が落ちたらしいから南にある開通ルの検問所へ向かうしかないだろうね。ありがとうございます。
いや、それじゃあね。検問所か。旅券がないと通れないわね。困ったな。大丈夫だろ。ファブレ公爵の息子って言えばすぐ通してくれるって。それより村を探検しようぜ。俺、町に出るのって初めてなんだ。探検はともかく、出発前の準備は必要ね。今日はここに泊まりましょう。しかし、なんつう田舎だ。これじゃ宿屋も期待できねえんじゃねえ。ルーク、あなた文句ばかりね。まともなベッドや飯が欲しいだけだっつうの。たく、屋敷にいた時はこんなこと考えもしなかったってのに。ローテル老橋を通れない以上、すぐにバチカルには戻れないわ。あなたが欲しいと思っているような食事は当分取れないかもしれない。食い飽きた屋敷の料理が恋しくなるなんてな。ここの宿屋が嫌なら無理に行かなくてもいいわよ。すぐに出発して日が暮れてから野宿でも私は構わないわ。冗談。どんな宿でも野宿よりは万倍マシ。もう文句言わねえって。そう、じゃあ行きましょう。早く帰りてえ。うまそうなリンゴだな。お客さん、お金。なんで俺が払うんだ。決まってるでしょ。お店の品物を勝手に取ったらダメなのよ。だって屋敷からまとめて支払いされるはずだろ。で、そうか、ここはマルクトだったな。マルクトでもキムラスカでも普通はお店で買い物をするときはその場でお金を払うものよ。金なんて持ってねえよ。魔物が落としたお金があるでしょう。ああ、そっか、金貨じゃねえから忘れてた。おい、金を払わないなら警備軍に突き出すぞ。払わねえとは言ってねえだろ。で、どうしたらいいんだ。じゃあ買い物の仕方を教えるわ。買い物の仕組みも知らないなんて、貴族ってみんなこうなの？ダメだ、食料庫のものは根こそぎ盗まれてる。北の方で火事があってからずっと続い、まさかあの辺に脱走兵でも隠れてて食うに困って。いや、漆黒の翼の仕業ってことも考えられるぞ。漆黒の翼ってやつらは食べ物なんか盗むのか？食べ物なんかとは何だ。この村じゃ食料が一番価値のあるものなんだぞ。何せこいこと言ってんの。盗まれたんならまた買えばいいじゃん。何、俺たちが一年間どんな思いで畑を耕してると思ってる。なあ、ケリーさんのところにも食料泥棒が来たって。お前、俺のところで盗んだだけじゃなくてここでもやらかしたのか。なんだと？まさかあんたがうちの食料庫を荒らしたのか。泥棒は現場に戻るって言うしな。俺が泥棒だって言うのかよ。うちの店先からリンゴを盗もうとしただろうが。よし、お前を役人に突き出してやる。このまま捕まった方がルークのためかしら。大変だ。こら、今軍のお偉いさんが来てるんだ。おとなしく教えよ。おとなしくなってしてられねえ。食料泥棒を捕まえたんだ。違うって言ってるだろうが。ローズさん、こいつ漆黒の翼かもしれねえ。きっとこのところ頻繁に続いてる食料泥棒もこいつの仕業だ。俺は泥棒なんかじゃねえっつってんだろ。食い物に困るような生活は送ってねえからな。おやおや、威勢がいい坊やだね。とにかくみんな落ち着いてくれ。そうですよ、皆さん。大佐、なんであんた。私は
マルクト帝国軍第三師団所属ジェイド・カーティス大佐です。あなたは？ルーク。なんだよ、忘れたの？ここは敵国なのよ。あなたのお父様ファブレ公爵はマルクトにとって最大の仇の一人。迂闊に名乗らないで。え、そうなのか？そうよ、あなたの父親に家族を殺された人たちがここには大勢いる。無駄な争いは避けるべきでしょう。どうかしましたか？失礼しました、大佐。彼はルーク、私はティア。ケセドニアへ行く途中でしたが、辻場所を乗り間違えてここまで来ました。おや、ではあなたも漆黒の翼だと疑われている彼の仲間ですか？私たちは漆黒の翼ではありません。本物の漆黒の翼はマルクト軍がローテルロー橋の向こうへ追い詰めていたはずですが。ああ、なるほど。先ほどの辻馬車にあなたたちも乗っていたんですね。どういうことですか、大佐？いえ、ティアさんがおっしゃった通り、漆黒の翼らしき盗賊はキムラスカ王国の方へ逃走しました。彼らは漆黒の翼ではないと思いますよ。私が保証します。ただの食料泥棒でもなさそうですね。イオン様、少し気になったので食料庫を調べさせていただきました。部屋の隅にこんなものが落ちていましたよ。こいつは聖獣チーグルの抜け毛だね。ええ、おそらくチーグルが食料庫を荒らしたのでしょう。ほら見ろ、だから泥棒じゃねえっつったんだよ。でもお金を払う前にリンゴを食べたのは事実よ。疑われる行動を取ったことを反省するべきだわ。仕方ねえだろ、金払うなんて知らなかったんだから。どうやら一件落着のようだね。あんたたち、この坊やたちに言うことがあるんじゃないのかい？すまない、このところ盗難騒ぎが続いて気が立っててな。疑って悪かった。騒ぎを大きくしたことはやまるよ。坊やたちもそれで許してくれるかい？俺は坊やじゃない。ごめんよルークさん。どうだい、いつに流してくれるかね。別にどうでもいいさ。そいつはよかった。さて、私は大佐と話がある。チーグルのことは何らかの防衛手段を考えてみるから、今日のところはみんな帰っとくれ。同志イオンがなぜここに？同志イオン？ローレライ教団最高指導者よ。ちょっと待てよ、イオンってやつは行方不明だって聞いてるぞ。あいつを探すからってバン先生帰国しちまうって。そうなの？初耳だわ。どういうことなのかしら。誘拐されている風でもないし。俺あいつに聞いてくる。やめなさい、大切なお話をしているみたいだから明日以降にしましょう。なんかムカつくぞ。なんか納得いかねえな。やっぱりあのイオンってやつに直接話を聞かないとすっきりしねえぞ。焦らないで、明日になればお話を聞く機会はきっとあるわ。とにかく今は宿屋で休みましょう。ムカつく。連れを見かけませんでしたか？私よりちょっと背の高いぼやっとした男の子なんですけど。あ、いや、俺はちょっとここを離れてたから。イオン様ったらどこ行っちゃったのかな。イオン？どうしイオンのことか。
イオン様ならローズ夫人のところにいらしたわ。本当ですか？ありがとうございます。あ、ちょっとあんた、なんで同志がこんなところにいるんだ。行方不明だって聞いてたぞ。はあ、そんな噂になってるんですか？イオン様に伝えないと。あ、おい、結局訳を聞けなかった。そうね。でも彼女はフォンマスターガーディアンみたいだから、ローレライ教団も公認の旅なんだと思うわ。フォンマスターガーディアン？イオン様の親衛隊よ。オラクル騎士団の特殊部隊ね。公務には必ず同行するの。あんなガキでもバン先生の部下ってわけか。にしても行方不明って話は何だったんだよ。誤報ならマジムカつくぞ。あのジェイドってメガネ野郎、なんだかイケつかないやつだったな。そうかしら。将校が一般人に接する態度としてはかなり礼儀正しかったと思うけど。ふーん、ま、俺は軍人と言ったらうちの発行騎士団くらいしかよく知らねえし、そこんとこはよくわかんねえ。それよりもマルクト帝国のジェイド大佐、どこかで聞いたことがある気がするわ。ん？俺は軍人のことなんて興味ねえよ。知りたきゃお前が勝手に調べろよ。あなた本当に自分勝手ね。その性格を直さないといつかきっと痛い目に遭うわよ。ほっとけよ、いちいち勘に触る女だな。あんたたち、さっきはすまなかったな。お詫びに今日のところはタダにしておくよ。明日は開通路の検問所へ向かいましょう。橋が落ちた状態ではそこからしかバチカルには帰れないわ。あとは旅券をどうするかね。あ、なんか腹の虫が収まらねえ。このままじゃ帰るに帰れねえぞ。呆れた。まだ怒ってるの？当たり前だろ、泥棒呼ばわりされたんだ。なあ、お前チーグルって知ってるか？聖獣って言われてたけど。東ルグニカ平野の森に生息する草食獣よ。始祖ユリアと並んでローレライ教団の象徴になってるわ。ちょうどこの村の北あたりね。明日になったらその森に行く。行ってどうするの？そいつらが泥棒だって証拠を探すんだよ。無駄だと思うけど。うるせえな。言っていたのに普通に眠ってる。こうしていると普通の男の子なのにね。何覗き込んだんだよ。ごめんなさい、起こしちゃったよね。バッカ、お前人の寝てんのまじまじ見てんじゃねえよ。さっさと寝ろよ。そうね、そうするわ。おやすみなさい。たくよ、何なんだよ。